アントラセンは分子式 C14H10 分子量178.23の有機化合物の一種でベンゼン管が3個縮合した汗形た管法鉱属炭化水素融点は摂二218度沸点は摂百342度で消化性がある CAS 登録番号は120から12から71832年 ジャンバティスト・デュマによって発見された。工業的には、コールタールから分離生成することで生産されており、アントラキノンの還元や、テトラブロモベンゼントベンゼンの縮合反応によって合成することもできる。木材の保存材に用いられるアントラセン油や、クレオソート油に含まれており、殺虫剤やガソリンの安定剤などに用いられる。ミエコーの増換剤、 または消光剤として用いられることがある。また赤い色素であるアリザリンの原料ともなっている。無色の個体であるが、紫外線を照射すると青い傾向を発する。また、シンチレーション材料として用いられることがある。ベンゼン管が折れ曲がって縮合した、異性体であるフェナントレンの方が生成エンタルピーが大きく、いわゆる安定な化合物である。アントラセンは光反応性を持ち、 紫外線により光に量化反応を起こす。この二量体は4プラス4感化反応の結果、二つの共有結合によりつながっている。この二量体を加熱するか、300ナノメートル以下の波長の紫外線を照射すれば、単量体へと戻すことができる。この可逆的な結合とフォトクロミックの性質が、様々なアントラセに誘導体の応用の基礎となっている。 この反応は酸素に敏感である。中央の肝の反応性が高く、方向族級電子置換反応は主に9、10位で起こる。また、要因に参加されてアントラ機能を生成する。皮膚に対する刺激性がある。e アークの発言性評価では、グループ3の発言性の評価ができない物質に分類されており、染色体異常試験や DNA 損傷試験などでは、 陰性の報告が多くなされているが、チャイニーズハムスターの肺細胞や、シリアンゴールデンハムスターの人細胞など限られた、条件での陽性の報告もわずかながら存在している。しかしその有毒性、難分解性、生体蓄積性への懸念から、2008年10月9日に、欧州科学物質庁が最初に発表した、高懸念物質、SVHC コーホリスト15種の一つとされた。 ありがとうございます。